Hey, welcome to Chris's room. 今日質問が来ました。ありがとうございます。おはようございます。いつも動画見ています。ありがとう。質問です。悩みです。私は今営業の仕事をしています。ですが、今月は一件も契約が取れず、何をしてもうまくいきません。プレッシャーもあり、精神的にもとてもきつい状態です。辛い状態です。仕事にも行きたくありません。このような状態は営業を経験された方なら一度はあると思うのですが、どういうふうに乗り越えれば良いでしょうか。私をはじめ全国の営業マンにクリスさんの力を貸してください。おっす、ありがとうございます。 Alright、 僕も結構きつい営業をやっていました。俺ね、ナイフ売ってたの。ちょっと待って。カッコーっていうナイフの営業をやってたんですよ、大学出た後で。まあ包丁とかね、こういうのがあって、このセットをこれが1200ドルかな、セットを売るんだよ。で、マジもう営業リストなんてないわけ。で、自分の親で、自分の知り合いの友達の親とかに全員に電話で連絡して、で、お願いします、仕事始めたんで、あの5分だけ時間いただけませんかっていうわけよ。で、ああしょうがねえなっていうわけよ。で、行くでしょ。そうする、ありがとうございますって言って、僕ナイフ売ってるんですっていうのね。で、お願いします、あなたのキッチンのナイフ見せてくださいっていうわけよ。おお、分かったよって言って、キッチンナイフ持ってくるわけよね。で、その時に俺が結構指切ってたんだけど、ロープ持ってくるわけよ、ロープをね、うん、で、こうやってロープを置いて、 OK、 あなたの包丁で何回で切れるんでしょうって言って、1、2、3、4、普通の場合は8回から10、12回ぐらいさ、こうやらないとロープ切れないわけよ。で、切れましたと。で、今度ね、俺がお客さん見てくださいよ、これ、このダブル D カット、ステンレススティール ATS44、 もちろんこのハンドルはあの500度になったりとろけるポルシェも使ってる同じハンドルです。で、ここは NASA がスペースシャトルで使ってる金属なので絶対錆びませんって言って、ロープをこうやってシャリってマジ1回か2回で切れるわけ。で、ちょっとこれ見てくださいって言って、幅の中から、瓶を出すわけよ。ガラスの瓶をね。で、ガラスの瓶にこれを、クラーってやるわけよ。で、見てくださいって言って、シャッ、シャッってやって、また1回とか2回で切れる。なぜかというと、刃が上のところで、どんなにこういう金属に当てても、上のところが大丈夫なんです。で、これはライフタイムギャランティーです。うん、実際に僕のおばあちゃんがこういうの買って、今私も同じの使ってます。で、営業するんだよね。で、結構売れたんだよ。でも、そのコールドコーリングっていうのがあるんだよね。知らない人に電話しないといけないわけよ。それが結構きついんだよ。で、こういう場合どうすればいいのかっていうと、僕は一人でやるんじゃなくて、先輩とか仲間と一緒にファイトモードでやるといいと思うんだよね。で、実際に僕がコールドコーリングも本当に、もう売ったお客さんに誰か紹介してくれませんか、5人教えてくださいみたいなことを言ってるわけでしょ。で、知らないお客さんの知らない人に電話するわけでしょ。だから結構ハードル高いわけよ。で、どうやってたっていうとね、午後に夜とかに営業のチームみんなで集まって、わし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 わーって言って、よし10分間集中フォーカスで電話するぞみたいな感じで、みんなでちょ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 って燃えながら電話してたんだよね。で、これ俺が一人でやってたらできるかって言ったら多分できなかったと思うんだよ。うん。だから、その、もちろん、あの、やるっちゅうのも大切なんだけど、仲間だよね。一緒にこういうのやってて、めちゃ燃えてる仲間に相談して、一緒にファイトスピリット、ファイティングスピリットを上げてやっていくっていうのがいいと思います。うん。で、もちろん、ロジカル的に考えて、300人に当たるでしょ。で、その中で、じゃあ何パーセントが買ってくれるかっていう、じゃあ100人でいいよ。じゃあ5人が買ってくれる。5% の成功率があるっていうデータを基づけに営業にしますと。で、初めの人に連絡するでしょ。で、ノーって言われるじゃん。畜生って普通になるじゃん。それを、やったに変えないといけないんだよ。で、また次の人に連絡して、ノーって言われるでしょ。落ち込むじゃん。また次の人連絡して5人とか6人とやっぱ落ち込むんだよ。でもそうじゃないと。ね。これで
ね、その5人は当たるわけでしょ。当たんない人を消すことができたっていう感じに頭を持ってこないといけないんだよね。だから営業ってすっごいもうマインドのプレッシャーが高いと思うんだよね。Right? You're just gonna have to like believe in it. だから本当にね、営業をやってるのはすっごいいいことだと思うよ。営業はめっちゃいいぜ。もう本当に一生懸命やって、で営業は営業すればすればほど儲かるんだよ。だから営業のスキルを身につけるっていうのはすっごいいいと思うよ。だってその人に物を売ることができたら、その会社で営業報酬が低いとか、なんか意地悪されたら、fuck you って言って別の会社に行って売ればいいんでしょ。ね、すごいじゃんそれ。素晴らしいスキルだよ営業。営業のセミナーに行ったりとか、うん、頑張って。営業はものすごいと思うから、できればもうちょっと頑張って行ってください。でぜひLINE でどうなったかって教えていただければ幸いです。All right man, thank you so much。全国の営業マン頑張ってね。君たちにもう日本の将来のビジネスがかかってるぜ。頑張ろうぜ。自分が売れたらもう他のものも売れるから頑張っていきましょう。All right, thank you so much. And I will see you in the next video. Woo! Have a good weekend. Yeah. Yeah.